新潟市の新年度投資予算案は一般会計の総額で3977億円土木・建設関連の新規事業が多いことや電気代の値上げにより光熱費が上がったことなどが影響して前の年度から1.4%増え過去最大となりました。これまでは、まあ、あの未来への投資と いうふうに考えてきたんですけれども、それに加えて、市民の思いを実現するため、住民起点を重視した予算というような気持ちでおります主な取り組みとして、保育料無償化の対象拡大など、子育て支援を3億円増額、また、8つの行政区からの要望に応える新事業に、5億1000万円を計上しています。 中心部のまちづくり、新潟2キロ関連も、旧新潟三越周辺の再開発などを盛り込み、5億円の増額となりました。